皆さんこんにちは。同志社大学より参りました京都よさこいの心意気です。このようにご覧に入れますは2018年度演舞ゆかり。平安時代栄華を極めていた菅原道真公と彼が愛した梅の木。道真公が左遷されてもなお一途に互いを思い合い、その思いは一つの和歌に乗り再び彼らを巡り合わせます。道真公の思いが梅に届くように、私たち心意気も見てくださっている方々に私たちの本気を届けます。精一杯演舞いたします。皆様どうぞよろしくお願いします。それでは心意気の皆様でした。
ごい迫力、綺麗でしたね。将来が